は今週も始まりまりえ前回と服が同じだからってそれは続けて撮っているからだよ <laughs> あの全然聞かれてないんですけれどもあの前回ねあの「欲しがりと執着」っていうのは違うよねっていう話とで執着っていうのは自分が苦しむよねっていう話から、えーまあ、そこから自分を信じられない人っていうのは まあ、支配的な人間が寄ってきたり他人に答えを求めがちになったりしてそれもまた自分を苦しめるよねっていうお話をしましたで今週はだったらどうしたら自分を信じられるのかというお話をしたいと思いますまあこれもあくまで私の意見として聞いてほしいですどうしたら自分を信じられるのかなあめちゃくちゃ当たり前のことを言いますけれども 自分は信じるに値する人間なのだと自分に思わせてあげないとまずいけないですね。で自分の人生をまあこれあなたの人生自分って言いますけどあなただと思ってくださいね。自分の人生を見てるのは誰だと思いますかまあ幼なじみは付き合い長いですしねだから学校の先生かな恋人ですかな。 家族ですかなそれもありますね。自分じゃ気づけないところっていうのをそういう他者の人たちは気づいて見てくれたりしますから。でも私は自自自分分のの人生を見ててるのは自分自身だと思ってますこれを見てる人がね今何歳ぐらいなのかわからないんですけれどもまああなたの人生の中であなたが してきたこれまでしてきた選択というのをあなたは全て見てきて全て感じているんです自分を自分が見てると言うとちょっと分かりづらい混乱しちゃうので本当のあなたっていう言い方にしてみましょう本当のあなたってどういう人かというと世間のこととか家族のこととかそういう他人とか外側のことじゃなくて あなただけのことを考えてるあなたの中にいるあなたです。もう周りの目なんて全然どうでもいいっていう純粋なあなたが存在してます。えー、その本当のあなたっていうのは今ね、この画面を見てるあなたがしてきた選択の数々、それを全部記録してます。見てきました。感じてきました。で、 本当のあなたっていうのはもう純粋の塊なんですよ。もう赤ちゃんから変わってないぐらいの、もう3歳ぐらいから変わってないぐらいの。もうあなたがね、周りの目を気にしたりすることなんて、周りを気遣うことなんて知ったこっちゃない。本当のあなたからしたら。もう、めんどくささとかね、世間体とかを取っ払ったとき、あなたが気にしてるすべてのことを取っ払ったときにある本来の あなたが今生きてるあなたの選択を見ていてなんてて言っいると思いますか本当のあなたは今生きてる、まあ、純粋な本当のあなたはねあなたが心の中にいるとしてその心の中にいる純粋なあなたが、えー、今までいろんな選択をしてきましたよね。 まあそういう選択の数々を見た時に本当のあなたは何て言ってますか?「本当はその道を選んでほしくなかった」とか「先生の意見じゃなくて自分の意見を尊重してほしかった」とか「あの友達は本当は嫌なんだよね」とかなんかまあそういうこと言ってるかもしれません。まあ、もしかしたら中には「OKOK、OK OK、それで OK」って言ってる人もいるかもしれませんそれはそれで OK です。 でも多くの人がね本当のもう何にも気にしない本当の自分から見た時に全部がオールオケーかっていうと本当はあの時その選択をしないでほしかったって言ってる可能性があるなそうだとしたらそれは結構辛いことですよねで私も心の中の自分が そっちには行ってほしくなかったなっていうようなことを無視していた時期っていうのがあります。例えばこう自分が苦手だなって思うような人と流れで一緒に仕事するような流れになったりね。でしかも苦手な上にタダで仕事をされそうになったり任されそうになったり。で心の中の自分は「めんどくせえ!」とか「つまんねえ!」って言ってるのに その心の中の本当の声を無視してまあこれも何かの縁だしねとかまあつっても何かつながるかもしれないしねとかそういうなんか表面上のねいろんな世間体とかいろんな大人になるといろんなことを考えたりするから人間関係とかねそういう表面上の選択権を持ってる自分っていうのは不本意な方を選択してきたんです。 でもね、やっぱりつまらないんですよ。心の中の自分がつまんないって思ったことは。で、その気持ちこそ大切にすべきなんだなっていうのを今ではすごく思います。で、不本意ながら付き合わなきゃいけない人間関係っていうのは、まあ、あるとは思っていて、で、たまにそれでもね、会うぐらいならいいんだけれども、 一緒に顔をつき合わせて何かをするような関係性になる人間だとしたら今の私だったら切りますその相手がねどんなに業界の偉い人だったとしても最初はただでもそのうちなんかこう骨が生かせて自分がいい立場になれるからと言われたとしてもやっぱこう自分が近くにいる人間っていうのは 私がこう納得した人間でいてほしいなと思っててもう私があ「俺はこいつがすごいと思っててすごい好きで最高なんだよこの人」って言えるような仲間じゃないと嘘になっちゃうなと思った。で自分に嘘をつくと自分に嘘をつきながら何かをしてるとやっぱね自分に嘘をつくような 自分は信じるに値でできないんですよだからやっぱり自分が信じられる人間は私の中では嘘をつかない人間だなって私に対して思ったからだったら私は私に嘘をつかないそれが私が自分を信じることができる条件というかまあその一つだなって思ったんですようん。 でやっぱこう近くにいる人とはねまあそんなたまにしか会わないような付き合いの人間は別にいいんですよそんなそこまで潔癖になる必要はなくて別に心の中でうぜえって思っていいだ,けだから <laughs> でもこの近くにいるね仲間とか自分が大切にしていきたいとかもうそういう関わん近くで関わらなきゃいけない相手っていうのはやっぱ自分が嘘をついて固める相手じゃダメだと思っててでそれはもちろん。 私がその相手にとっても相手に対してねこの人はめちゃくちゃ面白いとかすごいとかだからそういうふうに私が思える人間でなきゃいけないしそれってことは逆に相手も私を見ていることなので相手にもそう思ってもらえるためにはさっき言ってたような本当の自分で生きるっていうことを自分が選択しないといけないんですよ。 ここで相手に気に入られるために自分が偽ってる自分を出してそれを相手に気に入られたとしてもそれは本当の自分じゃないからそこの関係性に嘘が生じるんですよねだからどっちも嘘ついてない状態でいいねって思える関係性じゃないとなっていうふうに思ったうんだから本当の自分で生きた時っていうのはやっぱどうしても離れる人とそばに いるる人とが別れるそれが自然なことだなと思うで自分が周りに合わせて気を使っていたら、まあ、離れた方がお互いにとっていい関係もナーナーでくっついそのままくっつき合ったりしちゃいますよね本当はお互い離れた方がいい人種なのに自分にースをついてこっちに合わせるとかね。うん、で話をあ <laughs> そうした話を冒頭に戻して自分が信じるに値する自分だと本当の純粋な自分に思ってもらえるためには、まあ、今の私が一番効果が高いなと思うことは自分と約束をすることです本当の純粋な自分というのは自分が一番やりたいと思っていることとか自分の性格とかを よくわかってるなって思っててて思なぜならこう世間体とかで自分のことを上塗りしたりごまかしていないからその純粋な自分が思ってるやりたいこととかこうありたいとかそういうことをこのせ選択権を持ってる、まあ、この自分が叶えていってあげるような気持ちでいるそういうなんか私の心の中にいる本当の私が願ってること それを、この私が、そういう風うになるように生きていくからね、と、なんかこう、心の中の純粋な自分と、この自分が約束をするっていうことが大切だなって最近強く思いました。そこでね、表面的な自分にとって、こう、まあ、この私にとっての、い、利益がなくなったとしても、自分が無理をするような、自分が痛くないような人とはいない。 自分が望まななないい。よううことはもうしない先ほどの仕事の件も無理をして発生する無理をして発生するような利益なんていうものは所詮一時的な利益でしかないからその利益よりも心の健康を守ろうと自分に約束したしかそれにさっきもお話をしたんだけれどもなんかこう自分が。 嘘をつかない自分に対して嘘をつかないということも約束のうちに入っていると思ってる。やっぱこう自分がこう本当は何だろうすごくこの人は嫌だななんかこうこの人と一緒にいて気を使いながら話を合わせてる自分ってかっこ悪いなって思うんですよ。でそのかっこ悪い自分でいるっていうのが どうなのと思って。だったらなんかこうそういうなんかねまあ私が嫌な人間っていうのは大体にして決まっていてすごくあの、まあ、偉,偉そうだったりこう俺様だったり過去の栄光の話ばっかりをするようなタイプの人間がすごく。 なんかマジでででどどううももいいななって思うんんすけれどもなんかそういうのをなんかこうマジでどうでもいいなって思いながら「あまそうっすね」っていうふうに話を聞いてるのもそれはそれで面白いからなんかいいんだけどもそれもそれで時間の無駄ではあるからいやそういう人間とは一切付き合いませんから「さよなら」って言った方が心の中の自分としては満足するしなんかその自分それを選択した自分が誇らしいっていう気持ちに なれるんですよねだからその自分がなんか誇らしいって思えることを選択していくというか、うん、それも誰のためってやっぱ心の中にいる本来の自分のためでこう例えばさ生活習慣を変えたいとかダイエットしたいとか思う人もなんかこう周りが言ってくるからとか周りの目を気にしてとかよりも。うん あとちゃんとしなきゃちゃんとした自分でいなきゃとかいう気持ちで始めることよりも本来の自分がそうしたいと望んでいるから自分がその望みを叶えてあげるんだっていう気持ちで望んだ方が続くんじゃないかなって思います。私私が思ううのの中の美しさに正直であれというか だからこうちゃんとしなきゃとか周りが言うからっていうのは結構義務感みたいな気持ちが湧いてきますよねで義務感っていうのはこう命令されてるような気持ちがしてきて私みたいな人間はほんと面倒くさいなって思っちゃうんだけどでも自分としたい約束なんだったらもう義務じゃないんですよそれは義務以上絆といったらなんですけど絆みたいなもので出来上がったものだと思うからもう 重要度が違ううというかでこれちょっと昔の歴史の話になるんですけれどもあの吉田松陰っていう方い,いますよね有名な。吉田松陰が宮部貞三っていう方たちと東北旅行を計画した時ことがあってでその時に当時の日本では長州藩から通行手形っていうものを出されてそれを持って行かないといけない。 ところを吉田松陰は出発日を仲間と決めた出発日を守るために手形の発行を守らないで脱藩し,したんですよ。藩を抜けたというかね。でその後処分を受けるわけなんですけれどもそしてこれはね国の約束を破ったことになるんですけれども仲間との約束を守る方を選んだんですよね。 今,今だったら LINE でね「俺ちょっと通行手形さ出してもらわなきゃだからちょっと3日後に変更してくんない?」みたいなことを言ってでまあ宮部さんからも「リみたいな感じで返信が来る感じで連絡でもできたらいいんですけれどもまあでも <laughs> LINE が当時あったとしてももしかしたら約束を守ってたかもしれないですよね。 結構私その大学に恩師がいましてでその恩師の授業をよくとっていたんですけれどもその授業の中に吉田松陰について学ぶ講義がありましてその先生が吉田松陰の本を書かれている方なんですよ。でそれで結構吉田松陰について学んだんですけれどももう当時の時代からしたら異端児というか狂ってるとしか思われないようなことも 彼は自分の信じるものを信じた上での行動をし続けたんですよね。でそれを私はまあ今のね昔の時代はそれが通用しないまあんだろう彼が死してその後評価されるっていうのも皮肉なものだなとは思いつつもでもやっぱそういう当時ね時代が間違っているという判断を下そうがそれでも自分が信じた道を 行って終了する人生っていうのは私はすごく心打たれてで、まあ、その恩師の授業もあったもんですごいなと思ってでやっぱこう人生って選択の連続だからこうやっぱ A か B かの選択が出てきた時に自分がこう信じた方をいく自分がこの選択をしたということが恥ずかしくないと思える方へ行く。 美しい方へ行くというのを大切にしたいなってすごく感じてます我慢して自分を偽って自分が美しくないと思うような人や物事と自分の利益のために手を取り合ったりしていたら本来の純粋な自分っていうのがすごくがっかりすると思うんですよでそういうがっかりの積み重ねっていうのが自分に対して 自信がが持てなくなくるることにつながるとに思うんですよだからこう表面的に自分を守る守ろうとするための行動っていうのかなそういうなんか自分を守るための行動っていうのが皮肉なことに自分を信じられないっていうことにつながっていってしまうじゃないかなっていうふうに感じてます。うんでガーン 俺は、俺を、裏切ることばっかり、がっかりさせることばっかりしてきたじゃないかと、思いの方がいらっしゃいましたら、大丈夫です。我々はまだ幸い生きています。これから先は、自分が望む生き方を少しずつでもしていこうと思って行動できたらいい話じゃないですか。 自分を幸せにするために自分と約束する。今の自分が約束したことを守る。その積み重ねでしかないかなって思うんですよ。自分を信じられるようになるには。あとはそのね、約束を作ったことによって起こった面倒なこととかね。もしかしたらこう、あの約束は ちょっと間違いだったかもなって思うようなことも出てくるかもしれない中にはでもそういう時にその間違いを自分が受け入れられた方がいいなと思ううん約束だからしょうがないと思うこともあるかもしれないけどなるべくなら間違いは間違いだったと認めて修正できた方が強いなと思うなんかその自分に対しての信頼が増すんじゃないかなと思う かこう、柔軟な強さって言ってもさ、二パターンぐらいあると思っていて、一つがこう、柔軟な、しなやかに修正できる、受け入れられる強さ。もう一個はう、鋼みたいな。鋼っていうのはすごい硬くて、鉄とかね。硬くて強いけど、衝撃が来たら壊れてしまう。折れてしまう。本当に強いのは、しなやかさの強さの方なのかなっていうのを思ったりもしていて。 で、自分が何を選択するかどう生きるかっていうのは最初も話しましたけれども自分が一番よくく見ててていいる、そう思って生きていくことまあ昔の日本はよくお天道様が見ているから悪いことはできないみたいなことを言いますけれどもまあそれもそうだしまあ何よりもねお天道様が見ているのと同じように自分が自分の行いを見ていると。 いう,ふうに思って生きること自分が見てるからこそその自分に恥じない選択をすることだけど人間だって完璧じゃないからその中でやっぱね間違っちゃったりこれは問題だったわみたいなことは起こしちゃううんでもその起こしちゃうことは素直に認めた方がいいこれは良くなかったそうみたいなこれはちょっとダメだったねとか そういう姿勢を自分が見ていてああ約束を守ってくれるんだなで約束の中で修正点があったらそれを受け入れてまた変えてやっていこうとしてくれてるんだなっていうのを心の中がの自分が見ていたら自然とねああ俺って捨てたもんじゃないな今いろいろあったけれどもそれでも今の自分は。 捨てたもんじゃないないそこそこまあやれてるかな完璧じゃないけどさみたいなそういうふうに思えた時に自然とこう自信がなんかこう億万長者の自信とかね超筋ん,んか筋肉マッチョの自信とかじゃないけれどもそういうなんかこう決まらない自然体の自信が出来上がってくるものなんじゃないかなって思う。でもそののっていうのはもう湧いちゃって 湧いちゃったたららというかその湧き出したらちょっとや外でなくなるものじゃない別にお金がなくなったからってなくなるものじゃない自身は肩書きが変わったからといってなくなるものじゃない自分が自分としてあるっていうことの誇りだから。で私約束って言ったけどまあそうんか本当に地味なことの積み重ねで。 でその地味だなってもう私の約束の一つなんかは昼過ぎまで寝てないとか毎日玄関を掃除するとかもうそういうそういうことでもそういう超地味なことでも自分がちゃんと毎日やっていることがちっちゃい自分の誇りの積み重ねになっていくしこう自分にそうやってね私って自分で決めたことを自分でなかなかやり 遂げられていってんなっていうふうに思えるようになってくるとやっぱさ人間って生きてるとどうしてもこうだるい時とか調子出ない時とか天候にも左右されたりするしそういう時って出ちゃうじゃないでそういう時が出ちゃったとしても「あ今日はそういう時だからなんか休,休ませてあげよう」みたいな「今日は別に昼過ぎまで寝てもいいよねそういう時もあるよね」みたいな感じで責めないでその日は。 自分を休ませてあげようみたいな罪悪感を持たずにね思えたりするまあそれ以外にもまあ最初の方に話したけれども、まあ、これは私にとって美しくないなとか嫌だなって思うような人とは付き合わないとか自分がしたいことにほとんど集中できるような生活環境を自分で作っていくとかそういう約束を自分に対してしています。 自分とで生きていくっていうのは私にとってはそういうことだなって思う思うかこう自分と一緒に人生を作っていくこと、まあ、それがね楽しくなってくるとその前回話した他人に対しての執着心がなくなってくるんですよもう自分をどうしていくかとかなんかこうどう変えてったらどういうことが起きるかとかそういうことが楽しくてそれに満足できるから自分に満足できるから うん、だからこう他の人が気になっちゃうっていうのは自分に集中できなくなってしまってるっていうことでもねそれって一個言いたいのが他人が気になって自分が集中できなくなってるのはそういう自分が悪いっていうふうに思ってほしくない、うん、もしかしたらそれは何がしかすごく疲れてたり。 すごくストレスがあったりして自分が弱ってるからかもしれないそういう時に自分が良くないからだ自分に集中できてない私がいけないって思ったらすごくかわいそうにかわ,いそうかわいそうだよ、うん、だから疲れていたりストレスが溜まっていたらやっぱり自分を責めるモードにはならないでほしい自分を責めるモードになっていい時は自分が冷静で かつそれなりに自信があって体力も気力もある時そういう時は松岡修造さんを召喚してもいいけれどもそうじゃない疲れてる時ストレスが溜まってる時っていうのは本当に自分をすごくねもてなすかのようにお客様かのようにもてなすことをした方が回復が早いと思います。うん、だから私私ががが言ったことででもしそれができてな、ね、い すごく良くない気がするっていう風に思ってせめて辛い方向には向けて欲しくないなって思います。別にその人が頑張ってないとか良くないとかダメとかそういうことを言いたいわけではないから、うん、もっとあなたがあなたのままでいられる何がしかのなんかこうお手伝いじゃないけれどもヒントじゃないけれどもそういうなんか言葉が運べればいいなっていう風に思ってお話をしています。 なんかこうあなたの心にいる純粋なあなたの声は何を言っているんだろう、うん、こういうのはねやっぱそのさっき言ったストレスとかもそうだし自分をね周りのことばっかり気にして周りの人のために。 を持っってて行動ばっかりして自分の気持ちを押し殺して騙し続けてきた人ほど純粋なこう心の中にいる純粋な自分の声っていうのはすっごい奥の方に隠れていっちゃうんですよだからこう「あなたの本当の声は何を言ってますか?」って言った時に聞こえる人と全然分かんないんだけどっていう人が分かれるんです。 で分,から分,分からない人っていうのは大抵もう自分が自分をだましてるっていう意識もなくなってしまうぐらい当たり前に自分をだまして生きてきた人うんそういう人は自分がどんどん分からなくなっていってしまううんだからこう本当はどうしたいかとか本当はどう生きたいか 何が望みなのか何をしてる時が楽しいかそういう声を一つ一つ拾い上げていってでその声を無視して自分を苦しめたりしないで本当の自分が幸せになるための生き方をするために何か一つでも自分と約束をしてみてはいかがでしょうかそんな感じですちょっと長く なりましたけれども曲紹介です。今日は、えー「音のない部屋」という曲を弾き語りで歌いましたのお届けします。この曲はですね「君を愛してる」という弾き語りアルバムの中に収録されている曲です。えー、曲やんと思ったら、えー、市議の Web ショップでも購入できますので是非ゲットしてみてください。それでは皆様あの お寒い10月ですけれども栗ご飯でも食べて秋を存分に楽しんでくださいまた来週お会いしましょうさようなら She いやそう。